はい、ギタリストのパブロです。今日は PRS、ポール・リード・スミスのギター。その中から SE をね、たくさんご紹介したいと思います。まあ今なおね、SE 誕生してから進化し続けています。で、今回たくさんいろんな種類の、いっぱいいろんな魅力が詰まったね、SE を、たくさんご紹介していきたいと思います。こういう風にね、カットなんかも新しくどんどんなったりとか、いろんなね、サウンドバリエーションを取り揃えているので、ぜひ楽しんで、見ていってください。
はい、ポエド・スミスの、カスタム 24SE、2本弾いてみたんですけども、まあ、こちらのギターは 2408 ということで、最新のモデルになってます。コイルスプリットの、スイッチがついてて、まあ、いろんな音のサウンドバリエーションが出せます。で、こちらはフロイド・ローズが乗ってて、まあ、昔からのポエド・スミスのファンの方からしたらちょっと斬新なルックスに見えるかなと思います。ネックも結構それに合わせて作られているので結構独特なサウンドもしますし、まあ、カスタム24ね、特にポエド・スミスでは結構こう代表的なサウンドがするギターだと思うんですけども、どちらもそのカスタム24の、音がしっかり出るなという印象でした。
スタンダードの SE2 本弾いてみたんですけども、まあ、こちら24フレット仕様で、こちらは245、まあ、シングルカットですね。僕も大好きな、形になってます。で、特徴としてはね、両方ともオールマホということで、まあ、聞いていただいた通り、ちょっとミッドがふくよかでファットな感じの音がすると思います。はい、まあ、一番こう、なんていうんですかね、エントリーモデルとしても位置づけられているようなギターで、まあ、誰にとっても手に取りやすくて、まあ、一番こうエレキギターのこう真ん中のこうシンプルな音がするなという形で、仕様も非常にシンプルになってます。まあ、こちらの245に関しても僕大好きなんですけども、このオールマホのね、木目もなんかすごいかっこいいなというか、素朴な感じで、ね、とても素敵に、目に映ると思います。